こんにちは、ジャンボです。今回でチュートリアルも最終章になりました。何があったんだ？エンジニアの死体は見当たらないから、なんとか逃げ延びたんだろう。ここで、高度な技術を研究していたようだ。基地を修理すれば、彼らの研究を引き継げそうだ。鉄道インフラ系も修理しないとな。周辺の資材も、もうすぐ枯渇しそうだな。まずは電気を通すところからかな？これは鉄道の残骸だろうか。マップを見てみよう。左上には鉄鉱石が、72万2000。この周辺の資源は、銅鉱石が1万6000、石炭が1万9000と、24万5000、石が12万4000、鉄鉱石が2万4000。鉱石が少ないのが気がかりですね。早めに鉄道を作成して、遠くの鉱石を取りに行こうということなんですね。それじゃあ、発電設備を整えよう。続いてこっちも、精錬炉の方に石炭を、運んで。さあこっちは破壊される前、どうなってたのかな？青の高速インサータは鉄道からアイテムを、下ろすようかな。ここは線路があるから、地下を通るようにコンベアを、敷いて。おっと、ちょっと待てよ。石が掘削範囲に入ってるせいで、混入されてるな。鉄鉱石の掘削時にも、石が含まれないように気をつけて。前回のチュートリアルにあったように、一本のコンベアのレーンそれぞれに、石炭と鉄鉱石が流れるようにしようか。初動ミスって石炭と鉄鉱石、石が混在してるけど時間が、経てば綺麗に分かれるはず。ここの残骸を見ると、電柱を置く場所がないぐらい敷き詰めて、インサータとロングアームインサータを、設置してるんだな。この中型電柱なら範囲が広いから届くのか。一旦精錬したものはチェストにしまっておこう。普通のインサータじゃ、チェストにしまうのが間に合ってないな。高速インサータに置き換えよう。だいぶ速度違うな。残骸を見る限り、石炭はこっちかな？燃料の補給はロングアームで、搬入する感じか。ガンタレットも前回同様、真ん中のチェストに弾薬を置き、分配する方式にしよう。防壁も作らないとな。手前側の精錬炉は、石を焼いて、防壁を作ろうかな。フィルターインサータを使って、石だけ抜き取るようにしよう。一本のコンベアで鉄鉱石と石を一緒に運びたいから一旦撤去して。よしよし、ちゃんと振り分けれてるな。高速インサータさん、回収しないでー。君もだよー。よし、これで石レンガを作ってくれるな。石レンガも一旦チェストにしまっておいて。あれれー、ボイラーの燃料切れてる。ああ、ここの地下コンベアが壊れてたのか。もう一方のボイラーも起動しとこう。よし、やっと製造ラインの復旧もできてきたから、まずは通常弾薬を自動製造しよう。材料の搬入が遅くて、製造が止まるな。高速インサータに置き換えよう。高速インサータでちょうどいいスピードだね。こっちもインサータでは速度不足か。拠点上部の防衛線でも、固めるかな。工場の心臓、発電施設も守っとこう。なんだこれ？レーザータレット。電気で動くタレットか。電気が弾薬の代わりになるのか。だいぶ強そうだぞ。墜落した宇宙船。何も入ってないか。解体できる。投鉱石周辺にあって、邪魔だったんだよな。宇宙船本体も解体できそうだけど、なんかこれは置いときたい。はい。ということで銅板の製造ラインもできました。まだ研究が進んでいないので、石の炉でしか精錬できません。それではやっと、研究所のために赤パックの製造ラインを作りましょうか。鉄の歯車製造ライン作成動画は、知らないうちにカットしていたようです。どれぐらい必要かわからないから適当に組み立て機を並べて、鉄の歯車と銅板を一本のコンベアで流して、チェストに入れてから、3方向へ排出できるようにして、研究所を並べよう。さあ最初の研究は、配電1。配電範囲が広い中型電柱が欲しいので、これから研究したいと思いますが、もう赤パックだけで研究できることはすべて、研究し終わってるんですね。じゃあ急ピッチで、緑パックの製造ラインも、作らなくてはならないのか。赤パックと緑パックは一本の、コンベアで流すつもりだからコンベアの、形を変えて。緑パックの材料は、コンベアとインサータ。まずはコンベアのために鉄の歯車を取り出して、どっちに製造ライン作ろう。研究所は下だな。こいつ邪魔だな。よし、広くなった。一本のコンベアに鉄板と、鉄の歯車をまとめて。ああ、鉄板が足りなくなってきた。組み立て機作らなきゃいけないのに。高速インサータ1台では、コンベアからの搬出が間に合ってないから増設しよう。コンベアは鉄板と鉄の歯車。インサータはコンベアの製作材料に、プラスで電子基板が必要なのか。これ足りるのか？で、電子基板は鉄板と銅線。銅線は銅板。ああ。頭がこんがらがってきたー。というところで今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたなら、チャンネル登録と高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いいたしましょう。ジャンボでした。